いただきます。いただきます。おお、卵が理想の半熟加減だな。黄身がトロットロの半熟卵は最高よね。そうそう、だけど白身はカリッと焼けててほしいんだよ。ただそいつを自分で焼こうと思ってもこれなかなか難しいんだよな。ああ、それわかる。黄身がいい感じに焼けたと思っても白身がまだ焼けてなかったり、白身が理想通りになった頃には黄身が焼けすぎてカチカチだったり、加減が難しいのよね。だったらこうするのはどうだ。まず卵を白身と黄身に分けておくんだよ。そんで白身を先にフライパンに入れる。で、後から黄身を入れるんだ。ああ、時間差で焼くってことか。あ、思い出した。その方法は目玉焼きを美味しく作る裏技よ。一番いい目の付けどころね。おう、そうだったのか。俺、料理の才能はあるかもな。まあ、目玉焼き自体作ったことねえけどよ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。